はい、こんにちは。今日はですね、この隣にハーモニー。有名のハーモニーさんと2回目の雑談会で、ここは長野県のすごく山の中ですけど、今日3人で来て、そのうちの2人なんですけど、YouTube で長年会社の社長さんでしたんで、その辺の苦労話をちょっと残した方がいいんじゃないかということで、今日は雑談会ということでやらせてもらいますけども、ハーモニーさん、何か一言最初に。今、午前6時11分、長野県白樺湖近辺の黒馬山高原、標高1300メートルのところにおります。非常に朝もやが立って、雨が小雨が降って、非常に寒いところですね。で、今日は突然なんですが、私の苦労話というか、過去の会社を創業した頃の話を、ちょっと苦労話というか、人から助けてもらったりいろいろした思い出話をしてみたいと思います。それでね、昨日いろいろ話、前も話聞いたんだけど、会社を経営続けるっていうのが非常に大変で、自分はそんなもん絶対できんと思うんだけど、その辺の苦労を残しておいたらどうだということでね、結局子供ぐらいはそんなもんもう聞きたくないよなんていう話だと思うんだけど、孫とかあるいは親戚の人から見たら、大体ね、いや、そんな話は聞いたことがないという、初めて聞いたというようなことだから、 YouTube に残しておけば誰か見てくれるからね。あと、そうすると、あそこの、おじいさん頑張ってやったんだなとかね、親戚の人が、そうか、そんな苦労があったんかっていうことを思ってもらえるんでね、ちょっと残した方がいいんじゃないかということで、今日は無理にお願いして、聞いたら、一回兄さんか誰かがやってた会社が傾いちゃって、うまくいかなくなっちゃって、で、その会社を再建したような形なんだということなんだけど、その時にはみんな非常にたくさんの人が助けてくれたわけなんで、その辺の話をね、集中的に今日は聞きたいなと思ってるんですけどね。まず何歳ぐらいで、最初の会社がちょっとおかしくなっちゃって。以前の会社、これ私の兄がね、社長でやってまして、平成ない、昭和63年の11月に、倒産をしたわけですね。で、一応それは、前の会社はそれで会社整理をして、ゼロになったわけですが、それ以降、旧社員の就職とかそういう問題もあって、翌年、平成元年の4月10日に、新しい会社を設立し、今現在の会社はそれなんですが、今現在に至っておるということですね。一応、創業して約31年経ったわけですが、やはり倒産という非常に悲劇っていうか、社会的な信用を失墜するような事態からのスタートなものですから、やはり社会的な信用もゼロ、マイナスですね、ゼロというか、マイナスの状態からスタートし、で、現在に至ったという中でね、一番私が今現在、堅実な会社になっているわけですが、一番の要因というのはね、やっぱりいろんな人に助けられたというのがね、最大の要因であると私は思っております。やはり信用の失墜した中でね、いくら当然金銭もないわけですが、その中でやっぱりいろんな人の縁で、新しい取引ができ、商売が拡大していったという最大の要因が人なんですよね。だから、そういった具体的なね、ことが過去どういうことがあったかということも含めて、ちょっと徐々に話していきたいと思います。で、最初はお客さんないわけですよね。そう、工場はあったかもしれんけども。で、当然ゼロですね。さあ、売ろうと、どっかに買ってもらいに行こうということで、売り込みに頭下げてよろしくお願いしますみたいな話で、見本みたいなものを持って、当然、回ったんだろうと思うんだけど。新規というのは、当然そういう信用のない中ではね、非常に難しいわけで、
当然まあ過去にねつながりのあった取引先を頼ってやはりまあ営業 PR をし、まあ客の了解を得てまあ商売を開始するわけですが、やはりその従来の先というのは私の事情もしくはその以前の会社の事情をよく知っておるわけですね。そこで再度まあこれ復帰したといえどもね、すぐまた同じような倒産の悲劇に遭うんじゃないかというまあ不安を当然持っておるわけですね。で買う側としてもね、やはりそういったあの倒産という不安がある以上はね、やはり部品が急に止まるとか、まあ特注品なもんですからね、うちが倒産するとどこかがすぐ買えるというもんじゃないもんで、そういったあの安定的な供給ができるかどうかというのが、まあ、買う側としては一番の不安要因だと思うんですよね。そういう中でね、あえてまあそういう不安をまあある中で取引を開始してもらったというのは、そういった人的なね、あのまあ人的な何かちょっとよく分かりませんが、あのまあ部分がお互いの信頼感があって、まあ商売がまずできたと。でこのまあまずできた商売の先がね、やはりまあ一部上場企業であったというのもね、それ以降のまあ社の信用につながる大きな要因ではあると思います。それはあるよね。あそこと取引してますよっていうと、はそうか、あそこが取引取るならまあそんないい加減な会社じゃないなということは思ってもらえた、ね、ということやね。で最初の従業員もな、まあ、倒産してあと再開した時は何人ぐらいいたわけ。その、まあ、当初、まああのまあ、資本金300万で、まあ、あの300万で、うんまあ、スタートし、当然まあまあ、有限会社というスタイル、まあ、資本金が足らない、まあ、1000万ないもんですからね、有限会社という形でスタートし、まあ、社員というか、まあ、正規な旧社員が3名ほどおりましたかね、それからのスタートで、当然まあ当初だから仕事もないわけですね。で工場は前のとこはそれはもう一切で新規でやり始める時に場所を借りてやり始めたと、要は仮工場を借りて、あのスレートみたいな感じ、そうそうそう、倉庫みたいな、そうそう、まあ、スレート、まあ、倉庫ですね、まあ何もないガランドのまあ倉庫を借りて、そこにまあ中古の設備をして、いろいろ電気工事とか水道配管とかいう工事をして、やっとまあこれ生産ができる体制ができたわけですね。で売り、どっかにお客さんを買ってくださいということで、まあ、もともと買ってたわけだけど、そうそう、だから従来の取引先を、まあ、まず当たってですね、まあ、PR するのが一番 早道であるというふうに判断したもんですから、そうするとお前とか倒産したんじゃないか、また や始めたのかみたいな話で、うん、顔は知ってるわけでしょ。当然顔は知っておるし、まあ、人間性も多少は理解してもらっておると思うんだけど、やはりその倒産っていうね背景がある以上、まあ、本当にまあ万福の信頼を置いてね、信頼というのは信用というのはないはずです。それをあえてね押してまあ商売をしてくれたっていうのは、うん、まあ買ってくれるその人の英断だと私は判断してますけどね。でそのあの前の品物は別に悪くて倒産したわけじゃない。で品物が悪くて倒産したわけじゃない。なんか経営なんかの運みたいなものとしてのね、あり方が良くなかったということですね。そうか。うん、それでお客さんが少しずつできて、だんだん大きくなっていったということだね。うん、だからまずあの一番の栄養、まずそう大手との企業が、大手とのまあ取引が開始できたということからのスタートで、それ以降まあ同じような形でね、まあ人の縁でもってやはりまあ一部上場企業がまあ何社かありますが、そういうつながりでだんだん大きくなっていったということですね。でまあ、全く過去とのつながりがない今現在の一部上場企業もあるわけです。取引先の一部上場企業もあるわけですが、やはりそういった私どもがまあ、零細ながらね一部上場企業との取引をしておるという、まあ、これ目に見えない、ね、信用というのがあって、それ以降の新規の取引も開始できたということですね。そう、まあ、信用だわな。それでとにかく頭下げて回ったと、当然、うん、まあ頭下げてダメかもしれんけども行ってみようかっていうこと で、うん、でその昨日聞いたら随分あの遠く九州とか、この辺の長野県の伊那の辺の工場にも来たとか、
いろいろ聞いたけど。だから、私どものやっておるのは、プラスチックのね、異形容赦成形という、まあ、ちょっと特殊性のある成形なんですが、まあ、そんなにね、愛知県に需要があるわけじゃないわけで、やはり、まあ、市場を求めるには、まあ、日本全国を見渡して、まあ、商売先を探すというのが私どもの、まあ、やり方なんですよね。だから、まあ、そうするとこういうなんか機械ものを見ると、あ、ここにはうちの製品が使ってもらえそうだなっていうことが分かるわけね。そうそう、だいたい業種とかそこの会社の作ったものを見りゃ、うん、ここには使ってもらえるなという判断が、まあ、できるわけですが、うん、まあ、愛知県というのはね、本来自動車産業は非常に盛んな土地柄なんですけど、なかなか自動車にはね、まあ、私どものやっておるような部材が使われないんですよね、現在。うん、使ってそうな気がする。需要がないし、また同じ系列でもってね、それものを作るという形態が出来上がってるもんだから、あ、自動車は、ね、うん、なかなか入り込むには非常にまあ難しいという業種 もありますね。だからむしろどっちかというと、まあ、需要として一番多いのはね、まあ、建材絡み、まあ、住宅建材も含めて、まあ、産業用の建築関係も含めての建築向けのまあ部材がね、私どもの異形容赦業界においての需要の約 70% ぐらい占めてるわけですね。建築関係、うん、やはりまあ使用量が多いということですね。だからどうしてもやっぱりそちら方向の業種への、まあ、営業 PR が多くなるわけですね。まあ、それ以外にもいろいろ使えますよ。建材以外にも当然使われるわけですが、まあ、一番量として多いのがそういう業界だということですね。だけど、その他に競争相手があんまりなかったっていうのは、いやいや、非常に良かったよね。競争相手はね、いっぱいある。ある？あるある。同じようなもの作ってる。ある。当然、まあ、日本は広いですから、うん、まあね、大きな企業っていうのはあんまり数が少ないですが、やっぱ中小のね、私どもと同じ、まあ、異形容赦成形やってる会社はもう、やっぱり排除してるほどある、うん、ということですね。あれは機械も特殊なものを使うわけ、その押し出し、まあ、押し出し機というのはね、一般的に、まあ、まあ、あるわけで、ある、その先端がなんかちょっと変えて違うものが出てくるみたいな話、うん、だから、まあ、その機械そのものは汎用性があってね、どこでも変えるんだけど、やはりその一番のポイントというのは、異形容赦成形としての、要は精度であったり技術力であったりという金型みたいなものと、そうそう、まあ、当然金型がポイントになるわけですね。そういう、まあ、やはり、まあ、ある程度安定した製造を出すというのが、そこの会社の良し悪しというかね、決め手になるわけですね。そうすると、ここの会社の金型はここに置いといて、注文が来たらそれつけて、そうそう、で今度はこの会社の注文が来たら、このというふうに言って、だから金型がだーっと並んどるわけね。うん、もう一品一様だから、特注品だからね、まあ、その金型はそこのお客さん向け専用ですね。そこしか使わない。うん、だからその金型を転用してね、どっかに使うということはしちゃいかんことですね。ああ、そうか。当然、まあ、金型費用ももらってますからね。で、その材料のプラスチックも種類がです、うん、あるの。だから、まあ、その樹脂の種類というのはね、やっぱりその厳密に言えばね、3000種類、まあ、もういえ3000どころじゃない、ない、もう何百万と何千万というね、一つの、まあ、特注、これも特注品なんですよ、原料もね。まあ、基本的にはやっぱりベース原料があって、それにいろいろ添加剤を加えたり色をつけたりということでね、まあ、その機能に合わせて全て特注でもって、まあ、私どもの材料は作られておるということですね。まあ、一般のということは、材料がここのこういうものを作るには、こう注文した時点でもそこで混ぜるとかなんかじゃなくて、それを使うわけ、うん、まあ、その混ざったものは私も、まあ、原料メーカーから買うわけ、注文して買って、ええ、でそれもだからちょっとストックを持ってない、当然そう、あそこがまあ月にこのぐらい出るから、まあ、このぐらい置いといた方がいいなっていうことを置いといて、それはどういう状態になってるわけ、そのだからね、原料としてはペレット、まあ、米粒のようなね、ペレット状になってるわけですね。あのダーッとって漏れ出すと、そうそう、もう限りなく広がってくるやつね、あれが凍りたことあるね。だからこれ原料もね、特徴品なもんですから、それなりにやっぱり注文してから納期がかかる、まあ、例えば10日、2週間、3週間かかる。やっぱり客からの注文をね、受けてからそれを発注しとると間に合わないわけね、納期に。ある程度も、うん、だから、まあ、ランニング性のあるものに関してはね、あらかじめ原料先行提案をして、ストックを持って、毎週の看板納入に対応するとか、まあ、製品をね、あらかじめ作っておいて、それに対して看板納入するとかいうことを取らないと、今現在のね、やっぱり
サプライヤーとしての役目を果たせないということですな。そうすると金型はもうたくさんあって、プラスチックの原料も種類が番号かなんか書いてあって、そうそうそう、まあ、従業員がやるんだろうけども、それは大変だな。まあ、樹脂というのはね、まあ、本来の組成、例えばポリエチレンとかポリプロピレンとか塩化ミニルとか、本来の組成の違いのベース原料がまず、どうやろうな、何万点、あ、何万点もないか、何千点だろうけね。それに対していろんな添加物を加えたり、色をつけたり、強化剤を入れたりということで、それにプラスアルファを加えて、また違う、まあ、元 の, ベンあの機能は一緒なんだけど、それにプラスアルファで機能を加えるわけね。そういうスタイルでも現状作られる。それは企業秘密みたいになってるわけね。まあ、そういう部分もあるし、まあ、比較的汎用的な部分もある。両方ですね。どこかの会社のやつ見て、これはちょっとすごいなとか思うのも、まあ、見ただけではわからないからね。やはり分析をして、まあ、強度とかね、そういうものは確認することはできるけど、やはりね、一番のポイントは、まあ、客から示された図面、まあ、例えば部品を注文を受けた場合、そのお客さんもそのプラスチックに関しては多少知っておってもね、プロじゃないもんだから、まあ一般的な樹脂の使用をしなさいという表現しか出ないんですよね。だからそれに対してね、実際機能とかものを確認して、一番それに合った樹脂を、まあ、特別配合するわけですね。でそれを使ってものを供給するという車の塗料みたいな感じな、うん、こっちとこっちと合ってなきゃいかん、うん、色もあるし、当然そういった強度とか耐候性とかいろんな付加価値がね求められるわけで、ただ単純にね汎用性のものをポンと使ってお客さんに納めたら絶対問題になるケースが多いんですよね。なるほど、うん、例えば表に使うものをね、一般ものを使うとすぐね色も変色し、まあ、あと劣化する、劣化するだから、まあそういった紫外線に対して強い原材料にするという使用が必要になるわけだな。あと何か混ぜるわけ、そうそう、添加物をね、まあ、全ても添加物を混ぜてその機能に合わす、まあ、ものを作ってあげていくということですな。それは他の会社に頼むわけね。あ、それは原料メーカーに、原料メーカー、原料メーカーに。で原料メーカーもね、うちは塩ビしかやってない、塩化ビニしかやってないよという、こっちはまあポリエチレンしかやってないよというスタイルなもんだから、ああそうか、一軒だけでね手配できるもんじゃない。だから塩化ビニの、まあ、製品を使う場合はこの原料メーカーにこういう配合でお願いしますということをね依頼して作るということですか。そうか、それでそれから30年ぐらい、今約30、そうね、今平成中か、まあ平成元年から始めたんなら、元年の4月からのスタートが約31年ぐらいになるのかな。で今は株式会社だと、あとね、うん、まあ創業してね、1年ぐらい経ってね、そうだ、株式にした、まあ増資をしてね、株式にして今の社名になったわけですね。ああそうか、うん、でなんか前の会社の関係の人に返したような形になってるわけ、経営社長を言うず、いやこれはもう前の会社っていうのはもう生産してもうなくなったから、うん、実際まあ前の会社との関係はないんだけど、うん、まあ、今現在のまあ社長っていうのは私の甥なんですよね、うん、ということは、まあ、兄貴の子供で、まあ、当然私ももう年が70ですからね、まあ先行くわけもない状態で、まあ私がコロッと言ってね、社が倒産することだったらあっちゃいかんから、まあそれは当然後継者っていうのを、ね、うん、まあね、若手にまあタッチをしてやらすということですな。だから本トヨタの本家があって、一時的にちょっと老いかなんかがやっとったけど、またトヨタの本家に社長を戻したみたいな形になってる、ね、トヨタの場合はね、やっぱりその、まあ、いくらね上場企業でも非常にオーナー性が強い会社ですね。で株式の保有というのが一つのオーナーとしてのね、オーナーであるかどうかという一つの決め手です。まあ、トヨタの場合は今の秋代社長が株の、まあ、何パーセント持っておくか分かりませんけど、まあ、ある部分だいぶ持っておる。で過去に奥田さんとかね、社長が一時的に長さんも外部から、外部しか2人か3人、まあ、2人かな、親族以外のものが一時的に
経営にタッチしたわけですが、彼らはまあオーナーじゃないわけね。雇われ社長というか、リリーフみたいな感じ。そうそう、まあ中杉ですわな。まあこれはもうよくあることだから。やっぱりトヨタはトヨタのトヨタ家でないとなんか調子悪い。やっぱりそのオーナー性があるということはね、そんだけ影響力を持つということやから、まあ社としての方針を決めるとかいう場合には、まあ、絶対的有利でしょうな。だけども適任がおらんといかんわな。まあ適任がいないとね。今の社長も結構長いでしょ、あのトヨタ。ああ今の秋夫さんかな。秋夫さん長い、はい、まだ元気そうだけど、まだ若いからね。だけど今あの車見とると難しい時期じゃない。やっぱ非常にね、電気の転換期というかね、一つの革命的な今、まあ、明治維新が起こったような状態ですわな、トヨタは、ね。ただね、今まで車を作っとりゃ売れて、したものがね、世の中が構造体が変わって、果たしてね、電気だけがいいのか水素がいいのか分かりませんが、若い人がもう車に関心がなくなってきたって。それもあるしね、買わなくなっちゃったって困ったもんだな。まあ大きな転換期で、やっぱりトヨタそのものもね、非常に危機感を持って今経営に臨んでると思いますね。あれ電気になったらそこに売り込むっていうなんかない、その、いや逆に押し出し部品点数も少なくなるから、そう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 、売るものがなくなるんですよ。余計なくなって半分ぐらいになるじゃん。ただね、プラスチックというのは前のあのこれも YouTube の場合でも言ったわけですが、あのそういった機関部分には使われない、ほとんど内装部分に使われるケースが多いもんだから、あ、まあ電気になろうが水素になろうが、ね、はい、一緒か、内装はあまり変わらないと思うから、まあ樹脂としての需要はね変わらないと思いますね。ただまあ室内におけるまあ樹脂としての成形品っていうのはやっぱり、まあ、シャス成形品、まあ、インジェクション成形品っていうのが圧倒的に多いもんですから、まあ、おしゃし成形品っていうのは非常にまあ少ないということですね。車にはあんまり使われてないし、電気になってもあんまり使われそうにない。そう電池になってもモーターには使わないからね。と住宅が、今一番需要としてのね土木資材とか建築材料とかいうのが多い。多い。そうすると景気が良くなるなんと困るよね。そうそう、まあ公共事業もね多くもないといかんし、まあ住宅着工も多くないといかんということですからね。だからまあ一番のね、あの樹脂としての、まあ、あなたの皆さんご存知だと思いますが、おしゃし成形としての製品で一番目につく量も多いのがパイプ、塩ビのパイプ、水道のパイプ、水道のパイプとかポリエステルのパイプとかね、要はその都市の中に埋めたり、例えばするまあ要は土木用の、まあ、パイプね、いろんな大口径とか小口径ありますけど、これの非常にまあおしゃ成形の中には量が非常に多い。それもやっとるの。いやこれはね専業化されてるもんだから、大手がもう独占してる、大手が独占してやって、あれガスの管も黄色いような管でやっとる、ね、そうそう、まああの被覆管というかな、交換の表面にこう樹脂を被覆したり、いう場合がねあると思いますし、まあその樹脂単体のものもあると思いますけどね。だからみんなが目につかんとこで使われてる場合が多い、案外ね表面に出ることは少ない。でもそれは必ずいるわけでしょ。いるわけ、なんか作る場合。そうそう、まあ、一番目につくといえばね、住宅を作った場合ね、雨どい作りますわな。雨どいの横のトイ、海のガラガラで、その雨がそのトイに溜まって下に落ちるパイプのようなものね、あれもベランダから、ベランダから下、あの FRP で水を集めて下へ下ろしてくる、あれみんな塩ビが多い、まあ、塩ビとかね、まあ、あのそれ以外の、まあ、耐候性の樹脂とかもありますけどね。そういうのもやってるの。いやそれはまた専業メーカーがあるから、うちらはもう基本的には特注品としてのね、まあ、非常に複雑な形状のものをやるというのがうちの、まあまあ、得意技というかね、なんか機械物に組み込まれてるようなことをやってる、まあ、そういう場合もある。なるほどな。だからあまりその表面にね出る飾り物というのがないもんだから、まあ、機能部品が大変なもんでね、あまり表面出ないですな。まあ、だけども歴史としては前の会社の時と今とくっつけたらかなりの長さな、まああの一時的に倒産したかもしれない。そうね、私がねその前の会社に入ったのはね25歳ぐらいの時なんだよね。で今は70だから何年だ、45年ぐらいになるかな。だけど自分とこの作った製品がもう実際組み込まれて世界中にね、まあそういうことでしょうね。
あと外国行くとそれを見ると日本製のこういう機械があって、これにはうちの作った会社 の, あの作った部品が使われとるよってことが分かるわけだ、うん、パッと見て、まあ、例えばね、まあ、私はどこへその最終的に物が行ったかは分かりません、うん、そりゃそうだろう、うん、ただね、あの、まあ、一つの業種からね、例えば電気の関係を言いますとね、例えば電気の配線をするために端子台というのを、まあ、電気の端子をお互い、まあ、くっつける、くっつける、まあ、端子台っていうのがある、黒いような感じ、うん、で黒いものの表面にね端子をあの、まあ、ネジで留めてね、終わった後表面にねあのポリカーボネート樹脂のカバーをかぶせる、まあ、そのほこりよけとか、うん、直接の手に触れないようにとかいう防御のために、透明の透明の、うんうん、それうちやっとるわけですね、大手あれは箱みたいなものポコッと、うん、まあ、そういった板状のものもあるけど、うちはまあ押し出し制限で作った、うん、まあ、この字型というかね、うん、パカッとこうその繊維にはめるような感じのものを作ってるわけですね、かまぼこみたいな感じ、そうそうそう、あ、パカッと、うん、で、まあ、こっちはパッパッパのアッパッパでね、ただ人間が触らないように、うん、触らないよとかほこりよけとかいう意味でね、でそういう商品っていうのはね、いろんな機械とかあの車にも一部ね使われるケースが多いわけ、小さな端子台、だからそういうやつに組み込まれると世界中に行くわけですね、工作機械なんかいうのは世界中にさ輸出もされておるし、電気使う限り、うん、だからま あ, あ、ね、世界中に行っとるんでしょうな、あの諏訪にあるんじゃない、そういう会社、諏訪のもあるし、まあ、あの駅にあったよ、駅大体駅っていうのはね、そこの町の物産品が並べてる酒とか、ああ、まあ、うちもそこは取引してますよ、そこね、あの複雑だよ、うん、これぐらいで、うん、そうそうそう、要は端子だ、そうそう、端子、まあ、諏訪にあった、うん、なんとかっていう、なんとか世紀とかなんか、うん、まあ、あまり具体的な名前はね、公表するいかんから、いかんけど、うちの取り先ですよ、いや、なんで自分はね、駅行くとね、そういうとこ見るんですよ、うん、この街はこんなもん作って、うん、あの、松本駅だとギターとかね、うん、ギターがすごくたくさん作ってくれて、なるほど、で、ギター祭りっていうのがあって、あの2日間で行こうと思ったけどね、うん、あのホームページ見たらね、うん、住所と名前書いてください、なるほど、でコロナで、あの、一人コロナあったら全員があのちょっと声みたいなこと言われる、うん、書いてあるとか、もう嫌だっていかんかったけどね、ギター祭り、だから傷物でちょっと安いやつだと思うから、そう、電話で聞いたけど、そんなことは知りませんとか言われちゃって、傷物安く売ってないかって聞いたら、でもあそこはエレキギターが中心、松本、なるほどね、それとかね、松本でいろいろ調べた時にはなるほどなと思ったのは、富士電機ってね、うん、まあ、松本自販機の、うん、そうそうそう、ありますね、あれね、独占状態、ね、そうそうそう、自販機、うん、俺ちょっと関心があるから、まあ、元々産業電機やったのは、その産業の証券も全部富士電機に移したからね、だからもう富士電機が大半でしょうね、今の自販売機、だから駅とかなんか並んどるじゃない、うんうん、でちょっとこう買って見るんだ、大体富士電機、うん、あ、俺これ独占状態だなと思ってね、だからあそこも結構株価がいいんじゃないかなと思って、うん、いいと思いますね、富士電機、うん、でそこはメインの生産工場は四日市ですよね。あ、そう。うん、で、この間新聞見とって、なんとなく見とったら、あのセブンイレブンのコーヒーの機械、そうそうそう、あれも全部富士電機。一番最初作ったのは富士電機でね、コーヒーメーカーみたいな。うん、で、あれね、どうもね、3年で入れ替えるの、新型の機械、うん。だから今はもう次の機械開発して作ったのかはかもしれんけど、うん、で、入れ替えるんだけど、新聞発表で次のセブンイレブンは機械は富士電機というふうに決めたって、株がボーンと上がる、なるほどね、あれ事前に知ってりゃいいなと思うんですね、であ今あの蓋して出てくるのがある、うん、でそんなさ機能必要かなと思うんだけど、日本人は好きだからそういうのが、まあまあ、ね、なんかこう目先を変えるために、まあ、そういう機能を付加したんでしょうな、うん、あのコップを取ってさポンと入れてボタンとジャーって出てくるんじゃないんだ、うん、コップは出てくる、蓋して出てこう、うん、なお盆が出てくるんだもんね、うん、まあ、あれはちょっとそこまでだ、故障を、まあ、そんな心配自分せんでもいいんだけどさ、まあ、現にあの自動販売機でもともと粉を使うタイプのものはね、蓋でして出てきますわな、ちょっと高いやつだけど150円か200円か知らんけどね、そこの値段ですわ、蓋して出てきます、いや、それでこの間話はちょっと違うけどさ、うん、コンビニの店長の上の人に聞いたらね、100円のコーヒーの原価3円だって言うんだよ、うん、コンビニの、うん、だから、いや、いつも言ったんだ、あのコーヒー一杯で長い時間イートインで座っていろいろやってて申し訳ないなって、うん、コーヒーのお客さん大関係だって言うんだよ、なんでって言ったら3円、原価3円だって言うんだよ、うん、
花もん3円でできるけど、コーヒー豆だけでも高いでしょ、でも。いや、もう大量に、いや、3円だって言ったよ、そこもとかじゃない。でも、コーヒー豆自分でも作っとんだろうか。いや、もう違う。その向こうの農園と契約して、契約してね、もう大量に仕入れとるんじゃないかと思うんだけど。なるほど。どっかの商社が、まあ。なかなかね、昔ほら、よく喫茶店なんかでね、もう200円じゃ最初合わないなんていう、ほら、喫茶店の時期あった。まあ、今でももう400円でも儲けないと思うよ、うん、でも3円でできるなら儲かるじゃないあれ。いやだからかんコーヒーのお客さんは関係だって喫茶店でもさ3円5円でできれば儲かりますよ。だけど人件費場所とかさ、コンビニはテーブルにポンテーブルとカウンターにポンと置いてあるんだけど、ま、だお客がやるんだもん。コーヒーカップポンと渡すんだけど、まあ、客がやるからね。客がやるんだもん。それ喫茶店でも客がやったらやる儲けるだろう。人件費なわけや。中でやる人、外でやる人、2人をいなきゃいかんし、土地もいるし、まあ、固定資産だし、そういうことやね。そういうものがやたらめったらいるもんで。ただ豆だけの値段じゃないわけや。いろんな物々の経費がね、上乗されてなってるわけだから。それで確かにコンビニはそういう経費はあんまりないよ、ね、必要ないよね。ついでに売ってるの、まあ人は人件もいらんし。なるほど。それで、その、今からの経営者に何か言いたいことがあるというやつ、まあこれね、自分が失敗とかいろいろあっただろうけども、まあね、失敗ってもね、何なのっていう経営者に、ね、まあいくら言ってもね、多分ね理解できないと思う。やっぱり経営者っていうのはね、今自分がやってるから一番正しいと思っとるから、まあそりゃそうだもんね。いくらね老婆心で物言ってもさ、多分結構耳は多分持たんでしょう。やはりまあ自分がね実際それでやって失敗してね、体験するとよくわかる。うん、まあそれしかないとは思う。だからまあ言うことは言ってもね、それをまあ聞き入れる耳は持つかどうかの問題だと思うな。ただまあ決してね、まあビジネスというのはね、そんなにね、お渡りする可能性は確率は非常に低いですからね。やっぱ日頃の絶え間ない努力が一番ポイントだと思いますな。1000件、例えばだよ、うん、会社設立して新たに事業を始めて、うん、3年後だとか残っとるんだ、うん、数パーセントらしい。だろうね。ほとんどがもう行き詰まっちゃって、それはもうね、やっぱり1年以内に倒産する会社もよくあるだろうしね。ほとんど、うん、だから、まあ、例えば商業して順番に大きくなって、うんうん、20年後に一部上場企業で上場するなんて、あ、まあそれはね、確実に100万件に1件ぐらい、 0.0%、 何パーセントぐらいだね。だから税務署なんかで調べると分かるけど、5年間とにかく やり続けて、税金なんていうの、その同じ名前でやっとるっていうのはもう数パーセントじゃないですか。まあね、やっぱり生き残れる確率は非常に低いと思う。そのぐらい難しいらしい、うん、続けるっていうことは。だからこれがね、まあ運もあるし、うん、金繰り、資金繰りもあるし、まあ、人との縁もあるし、まあ、時代の背景みたいな背景もあるし、扱ってる商品もあるし、いろんなこうファクターがね、うん、あるわけで、何がどうなるかこれ予想はつかないよね。だからものすごい景気の良かった時あるよね。60年代ですから、うんうん、もう何作っても売れたみたいな、ね、ああいう時に始めた人は、あれだね、今の時期に始めた人はいいかもしれんけど、だから私はね、思うんだけど、まあ、一発千金でね、まあ、要はいきなり儲かったという会社あるでしょ、うん、そういうのが逆に怖いね。だからそれはもう、ね、儲かれば損する時もあるんだけどね、やっぱりその一気に儲かるっていうのはね、やっぱり人間甘えが出るし、結局まあ結果的にいけなくなる可能性が高いような気がするんですよな。だからまあ日々コツコツとね、絶え間なくやるのが私は一番いいと思う。随分日本でも有名な会社がなくなっちゃってるよね、うん、三洋とかさ、そうそう、シャープとかさ、そうそう、だからこれもね、やっぱりトップだけの問題やし、いろんな社会的な背景とか、まあ、やっぱり政治的なものもある、政治的な問題もあるしね、先見性もあるし、経営者というのは本当に、ね、難しいよ。難しいな、うん、一つ間違えたらえらいことだ。そう、何がね、これやったら絶対必要ないからね。絶対ない、こうやればいいかもしれない、うん、だからまあやはりまあやるからにはね、やっぱ経営者は信念を持ってね、当たってやらないと、迷いながらやったら絶対失敗するってやつ。山の中で道歩いとって、こっちがいいかな、こっちがいいかな、もしかしたらこっち
ちの方がいいかもしれんみたいな話で。だからまあ迷いはね、絶対いくら隠しもってやったら絶対出るんだ。でもそれは確実なんじゃない。やりながら不安を感じるんだから。ただその中でね、まあ2つや3つね、まあこう同時進行ではちょっと難しいからね、まあ道は1本、進む道が1本じゃないと、まあ、いかん。自分はね、もうそんな会社の経営なんてのは絶対できんと思うんだけど、一従業員でずっと仕事はしてきたんだけど、うん、あの人事のやり方っていうかな、その、うん、平がおって係長がおって課長がおって部長がおってなんだけど、その誰を上げるかっていうのがさ、それでね、下がねすごいやる気が出るのかやる気が出なくなるかっていうのがあってね、なんであんなやつが上に行っとんだろうっていう。だからね、まあ、過去の力の、まあ、よく大企業の人事見とるとね、逆にね、その能力あってね、やる気のある人間が案外干されるケースが多いの。そう、見とるとね、うん、でね、なんであんなことになっちゃうのかなと思って。あまりそうね、パッとせんのがね、まあ役職についたりするケースがあるもんだから、やっぱこの人間関係中のが非常に難しいと思うね、うん、その人事の中でね、やり手がね、必ず出世するとは限らん、まあ、むしろ外されるケースが多いと思うね。やるとね、やると出る杭は打たれるじゃないけどね。あの自分がの市役所で働いとったんだけどさ、うん、あそこもまあ市長とかそういう議員とかそういうのがいろいろ言って、まあ、一緒に入ったのが50人おるけど、うんうん、最初に係長誰にするかっていうなので、うん、見とるとね、まあね、そう、なんであんなやつかっていうようなのが、うん、結構あるね、ってくるんだ。ほんでね、まあ、市長にあのちょっと酒飲んでる時に、あのたまたま会ったから旅行の時に、うん、なんであんなのをあそこに持っていくのって言ったら、そうこう言ったんだ。お前はな、選挙がないでそんなこと言っとるんだわって言って聞いたから、ピンときて、あ、選挙のために何あんな人をここに置いとるのって。なるほどね。あの誰かに、あの結局ね、市会議員が大半が市長をしてくれないと市長として存在できないわけよ。対抗馬出されちゃうと終わりだもんで、もう議員の言ってくることはもうご無理ごもっとも何でも聞くわけ。はいはいと言って、よっぽどじゃなかったら、そしたらもうこういうもう病気でさ、あのもうあんなの難しい、あの大変なとこ持ってたら病気になって入院するだろうというやつをポンと平気で持ってって、はい、なんて感じでやって、こんなのダメでしょ、もともと病気の人なんだからって言っても、お前は選挙がないでそんなこと言ってるわって、結局市会議員の有力者がこいつをここへ持ってけって言っとるわけで、で持ってってる。だけどね、社長は、まあ、それは社長の話だけどさ、社長がそういうことやっちゃいかんと思うんだよ。社長のもう決断でさ、社のためにそうそう、あのいろんな人が言ってきても、これは俺は こいつはここに置かないかんという信念でやる、うん、ね、やればいいと。完全なそのオーナー社長だってもね、ワンマンというのはあっちゃいかんことでね、それやっぱり組織がある以上ね、やっぱりその僕が部長なり課長なりの意見も尊重じゃないか。それはそうだね。だから一方的にその社長がさ、人事を決定することはちょっと社内的にまずいやろな。だけど誰が見たとおかしい、まあ、そういう場合がある。 でこういう子が来るでしょ、そうすると議会の議員は知ってるわけで、そういう人、うん、でこいつをいじめるって言っちゃおかしいけどさ、いろいろ難しい質問なんか聞いてると答えれんわけじゃん、うん、でなんだかんだ言ってね、精神病になっちゃって、うん、あの休んで入院したりするもんで、結局ここに置いとけんもんでも市長もしょうがないで、じゃあもうと言ってその出先のなんかそういうとこにポンと行くわけじゃない。ほんで自分はこれと仲良かったからさ、これと仲いいからそこ行って、うん、あんたはここが一番、あんなとこ行っちゃいかんったら、そうだ、あんなとこは二度と行きたくないって本人も言っとるわけじゃない、ね、それが通るばかり通って。だから自分の知ってるけど、何人さ精神病とは言わんけども、薬引き出しから飲みながら精神的なものをね、飲んでやって、もうまあ、戦いっていうのは戦いなんだけどさ、やっぱりね、人事上は戦いでしょうね、一緒のね、戦いなんだけどさ、まあね、やらしい話だけどね、まあ、それが現実ですよ、うん、だから足の引っ張り合いとかね、それも現実ある。まあ、社長がちゃんとシャキッとしてなきゃいかんと思うんだ、うん、それ見とるからさ、下の、働いとる人は、ね、そんな変なやつ、人望のないような上上げっていうのはいかんと思うんだ、なんもう言ったことはやるぐらいの、まあね、人間にもいろんなタイプがあってね、容量のいいやつもいっぱいおるわけね。容量ね、それも出世の秘訣だよ、これ。それは大事なことよ、ね。うん。だいたいね、やり手はさ、よくできる人間はそうね、そういう工作を使わない。自分の実力を信じてやるからね。
まあ、だけど営業の方にえらい向いとるけど、こうなんか作ったりなんかするのはちょっとまあ向いとそる。れそういはうのはあるか向き不向きあるからね。な。そういうのは社長が見とってちゃんと。そうそう。あれね、これ大事だなと思ったのはね、とにかくその従業員の言うことを聞いて、お前って何やりたいんだって言って、いや、こういうことやりたいって言うと、いや、それは無理だけど、その話は俺聞いたから、いずれはやってやる、ちょっと待って、我慢してくれ、やってくれるみたいなと、それはまた気分がいいわけだもんね、よくやるんだもん。で、聞いてやるっていうのは大事なことだなと思うんだけど。やっぱりやる気があってもね、自分のやりたいことがこう規制されたりね、止められたりすると、やっぱりやる気なくなるからね。そやっぱれりと勉強せいせい言ってもね、するしかなければ身につかんでしょ。それでね、やる気があるものをやっぱりやらすというのが、やっぱりトップのね、責任だと思う。それをちゃんと見とってやらなきゃ。それとね、こういうことも思ったら、例えばこの人がいて、こいつをこっち持っていくっていうんだけど、でもポンと持っていくんじゃなくて、事前にちょっと来いと言って、これでお前、うちの会社こういうふうだけども、これお前こっちちょっと大変だけど、3年ぐらい行ってやってもらいたいと思ってるけど、どうやってって、ほんで、やる気出してやってくれ、いや、今会社こういう状態だからって言って、だけど今日の話は誰も言うな言って、で、こういうふうにやると全然違うんだって、事前にちょっと話すそうだろうほんね。のちょっと話してることなるほどね。難しい。これやっぱり難ね、しい。言葉の使い方も難しいよね。言葉でね、言葉で嫌人われて間好かね、れやったぱり受り、ける側としてはね、良かったら良かったりするからね。だから、だから難しいよね。もう不用意にボーンと言っちゃいかんだ、社長とかであると特にそうだと思うんだわ。まあでも言っちゃうわな。言っちゃうけど、まあいいよ、それはずっと10年、20年一緒に働いた人ならいいけど、あんまり経験のない人にボーンと言うとさ、やる気なくしちゃったりする。ほんでね、私もちょっと話元に戻るけどね、まあ、そうやっていろいろ取引先の関係で、まあ、人の縁でね、商売が拡大していったということで、この中のね、媒体としてはね、酒、お酒ね。それだこれがからさ、ね、私も酒飲むや酒つ大好きやし、だけこど、のね、酒の媒体がね、非常にね、貢献しとる、貢献しとるっていうか、まあ、プラスになっとる。やっぱりそね、れはおちょっ互い人と間とどう、してね、人間対人間でこう酒飲むとね、気心が通じるわけ。酒で拡大したまあこれ会は社ね、が。マイナスになってない、プラスになっとる。やっぱ我々の時代はね、ほら、今の若い子はあんまり酒飲まないけど、我々の時代は酒を飲んでね、お昔互いはのね、ね、心腹割ってを払わっ話てされね、て。気心が通じるということはあったし、私なんか若い時ね、サラリーマン成り立てなんでね、昼間夜仕事の中でね、問題が起こると、夜さ、先輩が「おい、ちょっと竹内、名前言っちゃいかん、おい、ちょっとほんま好き」なんて言ってね、わしも酒好き、はいはいって行くんだけど、そういう酒の席でね、いろいろ教えてくれる。あれはこうやった、これはこれはこうせないかんとかね、そういうね、昼間でできない話が夜酒を通してね、できるわけ。それが非常に大きな勉強になったのね。まあ、多分今の時代そういうことはないと思う。今、若いのはそういうのもうそれやなのに、仕嫌い。事終わってまで付き合う必要ないなんていうのが多いでしそう、ょ。時間終わったらパーッと帰ってっちゃう。で、昔は社内の運動会とか旅行とかいろいろあったけど、参加悪い。まあそういうね、まあ考え方が変わってきてるからね、変わ今っのてき若た。い子はね。まあまあ、なんか契約みたいな感じで なってきだた。からね、私はね、今の取引先、一部企業を追うんだけどね、その窓口の部長だったり、いろいろ課長だったりするんだけど、必ずね、酒を飲む。まあ、いきなり飲むことはないけどね、ある程度こう、進展する中でね、ちょっと付き合ってくれと言ってね、だ向こうも気遣ってね、割り勘なら付き合うと。言うから割り勘で飲むわけ。ほんでね、ある一部企業のね、部長やったけどね、業者との女初めてやと私が言われたこともある。まあ、だけど今、市役所なんかじゃそういうのは禁止されてまあそるれはんですか。もう、まあ、役会社所もに。ね、そういう、まあ、業者との飲み食い一切ご法度という会社多い今ね、あ、多い。多い多い。まあこれはね、まあ癒着とかいろんな悪いことを想定してのことやと思うんだけど、いろいろあるな、逆にね、弊害。酒っていうのはね、弊害もあるけどね、プラスになったんで。そういうプラス部分を無視してね、飲んじゃいかんっていうのはどうかなと思うな。だから今、例えば自動車業界は飲んでもいいと思うよ。飲んどる、まあ、ご法度になってないと思う。あ、そうか。むしろそれをね、することによって、お互いがこう信頼度を増すと。
まあプラス方向にまあ行くということでやらしてるわけね。酒飲んで悪いことするやつなんてさ、まあそんな一時的にうまくいってもさ、絶対ダメよ、そういうのはね。酒をそういうね、商売の道具という表現あるけど、魂胆に使っちゃダメやな。それで昨日ちょっと聞いたけど、まあ、社長ともなるとライオンズクラブとかロータリークラブとか、ああ、まあね、だからまあ向き不向きがあるからね。なんか否定的なことをちょっと聞いた。あ、まあ私の場合はね、まあ入って、合わんかった。まあ入ってね、半年で辞めた。早いね。はい、まあそれはおってもしょうがないと思うからさ、まあ辞めたけど、プラスにならんと思った。まあ、プラス商売上、まあ別にね、算数でやってるわけないけどね。やはりそういったまあ人間社会が私の肌に合わなかったやろな。肌に、まあ、これはね、あんまり極端な話しちゃいかんからなんだけど、まあ、営業上はそういうとこ顔出しちゃったらいいような気がするけど、まあ、会費が高いから。うちはね、まあ、ビジネスとは直接、まあ、そういうクラブはね、まあ結びつかないわけじゃないけど、まあ、プラスにはなるんだけど、銀行の支店長とかそういうみんな入ってる、うん、だけどね、まあ、それ以前にね、やっぱりその合わんか、肌が合わんな。肌がね、そんだけのこと。そういうところで融資受けるとかなんかいいわけじゃない。まあね、まあそういうことは。だけど聞いてるとあんまり融資受けて、なんか融資大きくした受けれんかったんやから。違う、最初はそうだけど、うん、ある程度その、うん、一部乗馬企業取引するやつは貸してくれる。貸してくれる、貸してくれる。向こうから来たんじゃない。借りてくれ、借りてくれ言うんだけどさ。あ、そうでしょ。聞いてくれ。借りても使い道ないんだから。あ、そうか。だからね、借りてくれるときはさ、会社は必要ないときに借りてくれる。貸してほしいからね、やっぱりね、あの貸してほしいときに加算のほうがね、まあね、まあそれは貸してくれるときはね、やっぱり会社の内部はあんまり良くないから、銀行も加算はね。で銀行が貸すというのはね、会社の内容が貸すわけよ。基本的にはだから無借金経営みたいな形で。当然無借金で手形も切らない。有料企業だな。まあ今となっては有料だけどね。要はね、まあそうやってかっこよく見えるけど。かっこいい。要は創業当初から借りでもできない。無借金経営というのは貸してくれなかったからたまたま無借金だったと。手形も切ると受け取ってくれないから手形も切れない。手形って3ヶ月先に現金になる。そう出そうと、いやそのままダメだって。こんなね、潰れるなんかもうもらえるから。3ヶ月先なんかあるかどうかわからない会社からどんどんもらえるかみたいな、うん。だからやっぱ全てがね、信用というベースに立ってね、借りでも手形もね、使えるわけ。まあね、だからまあ今からかっこいい、まあ今から見るとかっこいいことになっとるけどね、結局できなかったから今現在に立っとるってこと。だからこのスタイルは逆に良かったと思うね。良かったね。で、今の社長さんはもっと拡大しようと思ってるわけ。いや、これは何を思ってるかはちょっとわからん。聞いてない。それはわからん。もう、門番が立っちゃったね。まあね。口出ししちゃいかん、ね。口出し、まあ、私が口出しすると、まあね、気分悪そうな顔するから、何も言わんし。もう近寄らん。もう、まあ、会社にね、まあ、むしろもう、本人に任せたんだからね。私がとにかく言ってもね、要するにはせんないことだと思ってよ。でも、勝っての部下もなんかいなくなっちゃった。まあ僕はもうまあ年いきゃだんだん退職するしね。だから勝てちゃうもんで、行っても知らん人ばっかじゃん。まあ知らん人っていうことはないけど、まあだんだんそうなっていくよね。わしが行ってもどこの人か来たかなという人も。誰だみたいな。思うかもかね。誰か来ましたよみたいな。どの子と違うなって言われてな。怪しい人が来てるってか、なんで俺がこの会社大きく来たんだかやってたら、聞いたことないですみたいな。夜中にお前、倉庫開けてごそごそしたとか言って。俺も朝早いからね、会社の隣でさ、畑やっとるもんだから、朝早く行ってね、そこでやっとるわけよ。そのうち、まだ打たれるけど、今の敷地は余裕あるの？いや、敷地はもう余裕ないよ。まあ、工場と、これ以上大きくしようとすると、どっか引っ越さなあかんってことだな。うん、まあ、そういうことになるね。名古屋市内だから、いや、もうやっぱりね、市内では、土地がないし、高いし、やっぱり田舎の方行かなきゃいけないよね、やっぱり。だけど、従業員も通勤が長くなるから、引っ越してもらう。だからね、うちらの業種とね、やっぱりその企業体として、ね、大きくすると絶対潰れる企業なの。あ、そう。業種なの。昔から言われてるわな。うん。だからそこまでね、要はその付加価値のない、付加価値じゃないわけ。まあ、要はあの安売りしろって言うわけ。儲からん。薄利多売。薄利多売。だけど、運ぶね、軽いでしょ。いや、重たいよ。え？あら、製品を。まあ、とりあえずね、鉄のラックに乗せてね、リフトで上げてトラックに積むんだけど。
重い。重い、それはなる、何本かになるとかね、なると。だからまあね、まあ5本10本運ぶには手で持てるけど、こんなもんではね、商売になるから、トラックで運ぶ。だけどその機械はなんか長いこと使えそうだね。まあ、これはね、非常に先端は変えなかった、うん、まあ、原理が簡単なもんだから、要はその摩耗する部分、例えば押し先があればシリンダーとかね、スクリューとか、要は樹脂をこう送っていく部分ですな。そこはとりあえずまあ樹脂を通るから摩耗するから、そういう消耗部分は変えていかないからね。それ以外はあんまり変える必要ない。30年40年使う。私の生まれた年中のやつもあるよ。1950年ぐらい。丸儲けやな。いや、丸儲けじゃない。なんで、まあ、いろいろ多少手を入れるから。いや、電話入れるけど、モーター変えるかなんかがあるかもしれんけど、丸儲けやな、ね。本体はもう、まあね、もう何年、40年。1950年生のキャラがあるもんな。まだ動いとるからさ、大したもんだよ。だけど、トヨタの関係者に聞いたら、トヨタの車の、下の部分ね、屋根の方じゃなくてベースの部分っていうのは30年前と一緒らしいの。あ、そう。変えるとものすごく金かかるもんで、あ、で一緒なの。あ、そう。上をデザインでもうモデルチェンジの、まあ、下は見えへんからね。私は鉄板も厚めの方がいいんじゃないの。で限界まで薄くするらしい、テストして。あ、そうかね。もうこれ以上薄したら壊れるというところまで、まあ、そういうコストダウンが求められる。そう言っとったよ。今の車でもさ、ちょっともたれかけるとペコってへこむもんな、あれな。あのペラペラだよ。ペラペラやね。バンバン、ちょっとペコってへこむ。いや、ほんとに。ぶつけるんで、ボーンとへこむ。へこむ。あれ、ガバラ昔みたいに板金で叩き出すことできんやろ、薄いと。もう使い捨てみたいな。使い捨てやろな。だから今、車の修理屋さんもう嫌だな、ええ。修理するっていう感じじゃない。いやない。交換するって感じ。そうそうそう。ガバッ、ガバッと。もう今見てもわからんやな、コンピューターシステムでさ。私はね、こんなスパナなんか使って直しちゃったけどさ、もうそういう時代じゃないもんね。今ね、腕の、大工さんもそうだよ。ああ、そうかもなね。それは社長さんのところの家みたいな、いや、今回ね。いやいやいや、もう今ね、真剣だけで、パンパンパンと落ちてるから、ね。今ね、半日で家になっちゃう。ああ、ほんとや。期間中みたいで、ダダ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 ンって、パン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 とか言って、本当もうすぐできちゃう。あ、なんでいいかなと思うけどさ。で、壁とか屋根とかも、フィリピンで作ってる。フィリピンで作って1軒分どっかに倉庫に置いてあって、注文があるとそこから4トンのトラックに持ってきて、セット販売みたいなもんで、そうそう、ノックダウンで企画で決まってるわけじゃん。でそれ現場で組み立てるだけやね。半日でもう朝からもう昼ぐらいにはもう家になっとる。ああ、そういう時代やな。ツーバイフォーってやつ。だからね、まあ、それは非常に便利でね、もう現代風であって、やけどこの間ね、じゃあでも関刃物屋ね、話したと思うけどさ、あそこでね、私左利きなもんで、では包丁の左利きの知らんかったけど、うん、もう左利きの、まあ、一応両方使えるんだけど、力仕事はやっぱり左なんですよね。もうご飯食べるのは右で食うんだけどね。いや、それ子供の頃にそうしたわけ。いや、自分に意識がないから、まあ意識がないから親がやったの。親がやったのか、あれ1歳かそこらで。それぞれ覚えがない、わからん。いや、こうなんか縛られたりなんかして、いろいろそんな覚えがないけど、まあ多分親が強制したと思うんだよ。じゃないと両方は使えんと思う、うん。まあ、これね、不便な場合もあるし、便利な場合もあるんだけどね。こっち、鉛筆で右でね、書きながら、左の消しゴムで消せるからね、あったか。兄弟は左の一人だけ、まあ、兄弟どうかな、あんまり左記憶ないないと思うんだけど、そこは見てないわ。見て、そうじゃないから。そんなもん、右利き会社やから見てないよ、あの。兄弟。うん、まあ、多分右利きだと思うよ。兄弟、ね、左利きの兄弟は左利きがおる。あ、そう。大体が聞いてみると、兄弟二人とも左利きとかね。うん、あ、そう。まあ、そこまでちょっと調べてないでわからん。親は？親も知らんけどな。兄弟知らんねんな。じゃあ親左利きかどうか。いや、それは知らない。知らない。いや、さっきのデバボージョの話よ。もっともっと見よう。デバボージョ変えんじゃねえか。左利きの人がずっと関心ある。見とるけどね。うん、女は美人だよ。おお、関係あるかね。関係ある。見てみ、今度金、書いてると分かる、左で。たまたまやろ。違い、なんとなく、その。娘持ってもおると思うよ。で、これ、男はね、頭がいいやつ。あ、そう。俺、中国空港で働いてて、ね、ほんで、全日空の社員がいっぱいおるわけじゃん。うん、だから、どうだろうな、左利き20人以上だと思うけど、うん、見ると分かるじゃん。左で書くで。まあ、両方の脳を使うんだろうな、これ。頭は大体いい。あ、頭の悪い、ぼーっとしたらね、おらん。ほら。テキパキして、頭のいいね。
あれ頭良さそうだなっていう人が多い。やっぱり多い。左利き。左利きで女の人がね美人が多い。そう。かっこいいよ、ね。それ初めて聞いたそんな。じゃあ本で段ボールにマジックで字書くわけね、いろんなことで左でパン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 って上手に書いてね、それで美人なの、うん、外人でこういう左利きがね、ああそれはね言われとるね、うん、いやほんでね、みんな子供とか左利きにしてるじゃん、ほんで全日空の他の人に左利きの話になった時に、あの人とあの人とあの人が左利きで、男はあの人とあの人が左利きだ、お前なんでそんなこと知っとるんだって言うんだけど、うん、これ左利きちょっと関心があったからさ、うん、見とったんだよ、うん、で私の彼は左利きっていう歌が、浅岡めぐみね、あれでね左利きがものすごい良くなっちゃったんだ、ああそうか、あれで市民権を得たんだ、まあ今もそれまで肩はみたいなのあの親がすごい直しとったのやめちゃったの、親がそういう左利きを、まあ左利きでいい、私の彼は左利きだっていう方、うん、自慢ができるようになっちゃって、でそれから左利き直す親が減ったわけ、直すといかんっていうふうに彼女に感謝せないからな、認知されたわけ、左利きが、私の彼が左利き、なあのね、浅岡めぐみか、ね、あれ歌うの嫌だったと、あそう、なんかね差別みたいな感じで、ああそうか、こう歌いたいな、歌いたくないなと思ったけど、まあ、プロダクションとかレコード会社がこれ歌えって言ってきたので、歌わなあかんじゃん、立場弱いで、で歌ったら大ヒットしたの、可愛らしいよな、あの子な、可愛い、なんか可愛らしいのが歌うてんの、よかった、あんなのさ、ひねったやつが歌ってみや、ほら、ソース感食うよ。だから今までは彼氏が左利きだと黙っとったけどさ、いや私の彼氏左利きですね、言えるようになったんだ、そういうことね、そう、ほんでデパートとかなんか左利きコーナーっていうのができて、刃物とか、いやね、いやこれ刃物戻るわ、席刃物行ったやん、行ってきた、買いに、ほんでね、左利きが大体昔あったんだわ、今はほとんどない、なんで在庫がなくなっとんのよ、作ってない、まあ、新しく作ってない、要は職人がいないんだよ、そういう、だからね、刃物系統ね、例えば包丁にしてもね、昔のね、その包丁はいいんだわ、もういくら研いでもね、使えるわけ、金属がな、で最近の包丁はといったらね、ほとんど使い捨てらしいんだよ、どこ見る、職人がね、いなくてもできる、その違いがあるもんだから、左利きが、ね、の包丁できないの、もう今の要はどっかでストックでね、在庫持ってるとこ探さなしょうないんだよ、いや自分と仲のいい露天商の刃物屋さん1000万円ぐらい在庫があるらしいね。ちょっと聞けば中にあるかもしれない。それ新規に、ほんで新規、昔はね、左利きの包丁作ってもらえたんだ、別注で。ただその別注もね、今職人がいないから作れないって言うんだよな。そうだろうな。ちょっと一回その関の刃物を聞いておいて、左の出刃包丁の大きさないか、ちょっとマグロさばくようなやつ。マグロしかまあ、19だろ、うん、20キロぐらいの魚さばけるようなやつ。え20キロぐらいの、こんなやつか。これ刃渡りがやっぱ40センチ、ぐらいになるかな、やっぱり50センチぐらい、本当50センチぐらい、それは店には持ってきてないだろうけど、1000万ぐらいあるって言っとったらしい、その中で左利きのさ、出刃がないか聞いといて、刃渡りのちょっと長いやつ左利き聞いとくわ、今度、いや、その人は80ぐらいでね、やっとるんだ、毎日1ヶ月30日ぐらい、あっちこっち店出しとるんで、思いも持てねえわけ、80で、ね、で、ね、話するようになったら、ちょっと呼ばるんだよね、なんでってこいつあそこに積んでくねえかって、おいおい、やるでいいよみたいなのやったんだけど、なるほど、高難に確か住んどって、なるほど、毎日どっかに店出してる、そう、売れとるよね、見えんけども、うん、もうやめたら力が落ちて死ぬと思っとるって言って、堺の包丁なんかもいいもんな、あれやっぱりいい鋼使っとるからさ、堺ね、堺大阪の、うん、それはね、越前刃物っていう、越前もいいよ、越前なら竹譜の方ね、あるんだわ、これが大変だ、あれはね、ステンにね、鋼をこうサンドイッチするような感じでね、あれは有名、竹譜だとかどうだったか、竹譜、お寺の鐘は8割ぐらいがそこで作ってるらしいね、あ、そうかね、福井県の確か竹譜だと思って、あれ鋳物やろ、あれは鋳物、高岡とかさ、高岡あれ芋の産地やな、お寺の盆栽、うん、とかね、他にいろいろ作っとるの、うん、音がね、難しいらしい、難しいやろな、いい音を出さなあかんので、うん、なるほど、まあ年々ね、特色あるからね、
まあだけど愛知っていうのはすごいよ、あの調べるとものづくりとかさ、工業製品出荷額すごいダントツ、本当やね、もう50年ぐらい一番ダントツ走っ、だろうな、もうあの世界の一つの国以上作っと、いろんなもの作っとるよね、お酒屋もあるし自動車もあるし、いろんなそれにまつわるさ、まあ、機械中かな、コンコンもあるしね、日本でも有名なメーカーがいっぱいある、あるある、だからどうやろうな、静岡、愛知、三重、これぐらいでだいぶそういう工業製品の出荷額、うん、半分以上占めとれへんかな、下手すると。でね、なんで愛知がこんなに工業が発展したのかって調べたらね、結局ね、うん、あの最初ね、あの中川の運河のあたりでベニヤ板を作っとった、うん、ベニヤ板、今も、ああ、昔作っとった、昔、戦前、そう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 、で、その飛行機とかそういうものをベニヤ板で作っとったらしいんだ、うん、昔、そうだね、あの多くのパーツ、あの船も作っとったよ、船も、船車、小さな船ね、ベニヤで、ベニヤで、で愛知で作るのがいいということで軍需産業が愛知県で発展してきて、でそのうちにあのエンジンがいると、飛行機にエンジンで、飛行機もじゃ あの愛知で作りゃいいじゃないかということで、きっかけあったんか、うん、ほんで春日井にもでかい工場があったわけ、陸軍の2つ3つくらいあった、ほんで戦争で負けて、その時にその陸軍の工場の技術者がいたわけじゃん、で戦争も負けちゃって、でいやどうしようっていう話で散らばって、あの愛知や、あの浜松とか三重県の辺とか散らばって、そこで売れるものを作り始めた、それが発端だっていう。やっぱりね、オリジナル性のある非常にユニークな会社多い、あのね、まあこれは世界に出しても恥ずかしくないさ、トップクラスのガスのさ、パロマと愛知時計とかのあるやつな、あれも結局戦争の時なんか作ったの、それとかね、愛知あのパロマとリンナイか、2つ愛知県でしょ、あそうそう、もうにほとんど日本のガス企業作ったの、まあ、他にもノーリスとかなんかある、浜松のフォトニクス、なんとか浜松フォトニクスかな、ブランコなんか作ってたけど、今神尾関連のさ、素粒子を感知する、うん、何か大きな電気みたいなの作ってる、あそこしかできるらしい、ね、でそういうもう 何でも愛知に買いに来らないっていうのを作っとるもんだから、はい、強いよな、強い、でその発端が結局陸軍の工場だったって言ってちょっと書いてあった、まあ、男だからその新幹線の飽和工業鉄砲作ってると、あでもそういう関係でおったよな、そうそう、多分防衛省をやってるけどさ、うん、で今ほからもうそういう戦争の、はあ、陸軍の技術者が散らばって作り始めたのがあの始まりだ、それが一つのルースになっとるわけだな、そう、愛知県とかあの浜松とか、ホンダとかトヨタでも結局探っていくというその辺だもん、なるほどね、そういうことらしいよ、なるほど、だから大阪とかさ、あの東京の方でいくら頑張ったって愛知には勝てないんだ、それじあの基盤がない、基盤が違うんだね、まあ、そういうふうに、なるほど、なるほど、4書いてあったから、ああその通りやな、うん、って考えるとね、だからあのその陸軍の工場でもう仕切っとったような人が、うん、どっかの工場にお前来いよって言われて行って、うん、いいものを作り始めたわけ、うん、だから例えば車を一台作るにしてもさ、いろんな部品、いろんな種類のほら素材使うでしょう、もう何万点、だからあらゆる業種と精通するとこあるんだろうな、うん、だから分かっとる人なんかいないよ、車全体のこと、もうこの辺はこの辺みたいな、この辺はこの辺ということで作ってる、ね、まあ鉄の塊けどそうじゃないんだよな、プラスチックもねだいぶ使っとんだよあれ、多いと思うよ、うん、今あのネジが減っとるらしいよ、あの時間かかるで作るの、あそうプチュプチュプチュみたいな、そういうふうにあの確かにそうだ、差し込んのはめ込んだ、はめ込んどるな、カチャ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 って、そう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 、うん、そういうふうに、だから壊すのも早いよ、ポコポコポコって、うん、まあ、はめ殺しでポッとやったらもう外れんようなな、うん、外すの大変だと思うけど、だから1秒でどんだけでやれるかみたいなことを言ってくるらしいんで、うん、改善せないから、そうで、トヨタも今回さ決算でね、まあ減収増益だよ、これはコストダウン、減収増どう売上が下がって利益上がると、まあ、一番経営としてはいい経済なんだけどね、やっぱりそのコストダウン効果というかね、高い車が売れたんじゃないの、いやちょっと分からんけどね、要はそのコロナの影響もあって売り上げそのものはちょっと落ちとるね、前年のトヨタね、ほんと困ってると思うよ、何この先、
先々ね、この先電気になって、だから秋雄社長言うて100年に1回の、ね、大転換する、転換する、もうね、あの販売店がね5000店あるらしいんだ、もうインターネットじゃ今買うのみんな、だからもう販売店なくされたって家族もおるし、があるだけど、今ものすごいデラックスな販売店作っておるね、どかすがにこんもうええこん作っていいのかっていうぐらいね、おデラックス高級車作るようになったな、1500万か2000万ぐらいのやつあるやろ、今600万って普通だもんな、まあ、もともとはさ、どうかと思うけどさ、安い車しか作ってなかったけどな、ガチやな、スバル360とかってやつイエルさんとかな、今たまに走ってるけど、こんなにしなかったらみたいな、狭くしてるところに、確かに自動車はもう進歩したね、デラックス素晴らしい、冷暖房完備で、ね、ボタン押したらビューって閉まるような感じ、よう冷えるもんね、クーラーもね、まあ、昔なんかさ、ちょっと馬力のない車にクーラー全然効かなかったよ、オーバーフィートしたし、そんなに贅沢にする必要があるのかっていうような、まあやっぱりものやからやっぱり良くないといかんねやろな、客は満足しないんで、だけど軽でもいいんだけどすごい金額高いし、高い、今昔の軽は 360cc やけど今はもう 700とか 800cc でしょ、違う660 660なの、まあ、倍近いな、よし、まあ今日はあの第2回でいろいろ聞きましたけども、まあ、この辺でやっぱりね、これはあのまあ私の企業としてのね、まあ今あるのはね、人の助けがあったからできたと私は確信しております、人が助けてくれたと、人が助けてくれた、まあ誰でもにそういうもんだわな、自分でも、やっぱり自分だけでねできる範囲なんか知れとる、やっぱり人の助けがないとねやっぱりダメでしょうな、だから人を大事にしてください。いや、まあ、自分はね最近まあ72歳になったんだけど、72、73、74ぐらいでこう随分元気なくなっちゃってさ、いやお互い一緒だよ、いやいや、それでいやまだこんなところで車で来れるぐらいで元気だけど、もう家から出れんとかね、うん、なんかこう持って立っとるとかさ、そういう人いるじゃん、なんかだいぶ、まあ、やっぱり大半がそうじゃない、胃を切っちゃったとかさ、大半がそうでしょ、そういう人がいてさ、自分はその人と比べると元気だと思うんだけど、そうそうそう、だけどちょっと待てよと、その人をよく見るとね、なんかすごい技術持ってるわけだわ、その人は元気ないよ、病気でなんか、まああと3年生きれるか2年生きれるかなんてこと言っとるんだけど、でも話聞いてるの過去の実績とかやってきたことを見ると、いやこれもったいないなっていうそのノウハウがあるんですよ、あるけど、まあそのちゃんとそのノウハウを目標を持って使えばいいんだけど、目標をちょっと忘れとんじゃないかな、それでその人だけできんから自分がちょっと手伝うから、それもうちょっとやったらどうだということで、自分もそれやり方をちょっと教えてもらってということを今2つやっとる、それが自分の今 の目標で、なるほど、ね、目標って何ていう のやることやってること、うん、まあ、一つはその軽の5万円ぐらいの軽を買ってきて家の前に置いてコツ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 直して車検を受けて売る、転売するっていう、それをやったらどうだって言ったら、それを俺やりたいっていうもんで、ただ重いもんが持てんわけよ、それからあの潜ったりした時にちょっとこういうもん道具取ってって言ったら取ってやるとか、なんかそういうこととか、運転ができんもんだから、あの落札してもどっかに車取り行けんって、でじゃあ俺バスで行って取ってくるからって言ったら、じゃあやろうっていうことになってやる、いや一つはそれ、まあちょっと動き出したんだけど、もう一つは露店ね、あの日用雑貨を売る露店、あのその人も75か6くらいで、もうね本当に捕まったらね、でもうあの歩けれん、でも2キロ以上は持ち上げれんっていう、そういう風なんだけど、だけど露店商40年やってるわけだ、詳しいわ、ね、詳しいよ、ね、であの露店 やるっていうやっとったいうもんで、じゃあでも自分が手伝ったらやれんかねって言ったら、いや手伝ってくれややるっていうもんで、で今手伝ってるんだけど、まあこれはあなたはやってみると ね、まあ、その人を生かしとるわけよ、あなたの助けがないとその車を修理する人でき、ね、できないですよ、生きがいを与えとんだからいいや、だけど手伝いはできるわけじゃん、そう、電話来てこういうことやるから今日来てくれんかったら、はい行きますって言ってやりゃいいんだ、だからまあ人を生かしとんだからいいんじゃない、うん、だからその人も元気出して、だから最近あの3年ぐらい前はもう家にこもってぼーっとしとったけど、いやもともとそういうとこ好きだもんだ、
家にこもってぼーっとした場合、病気になっちゃうよね、多分ね。自分で病気にしちゃうみたいな。だから、その2つをね、今日も本当は、あの中村公園で店出しとる日なんだけど、こんな日だって多分ね、あ、今日そうや、中村公園だよね。今日でもね、多分向こうも雨だからやってる。で、今度、21日が日大寺だもんで、で、天気予報見たらいいから、日大寺ものすごい人が来るもんで、で、その古物のおじさんも楽しみにしとるって言っとる。とね、人が通らんと売れんのだ。あ、そりゃそうだね。パラパラだ。そりゃそうだね。で、日大寺多いもんで。だけど、あの、あれが高いんだ。出店所場代がね。あれ、えらいもん。通る人数によって値段がこう上下する。それはね、そんだけビジネスもさ、大きく商売としても成り立つんだから、所場でも高くなるから。ほんで、もう一つは、あの最近あの新しくあの始めたのは、あの笠寺観音の夜店って、うん、夜ね。あ、夜、うん。夜。それは、その、古物のおじさんが、俺は夜嫌だっていうもんでさ、うん、自分が一人で行ってやっとるんだけど、で、みんなにちょっと声かけて、来てくれ、来てくれ。手伝いに来てくれって、あれね、不思議なもんでね、露店でね座っとりたいんだって。ああそう。まあやっぱり違う違う、普通の人が店出しとるじゃん、いろいろ並べとるじゃん、でテントみたいな屋根があって、そこにあの露店商みたいな感じで座って写真撮ってくれって言うんだよ。ああそう。ああ、うん、おいおい、どうぞ、こういう、こういう、こういうって、でもともと100円とか200円のもの売ってるから、お客さん来たら、あ、それ100円ですとかさ、それあの100円2つ150円ですとか適当なこと言ってるよ。どうせただのもんだから。だからもうみんなやりたい人多いんだよ。あ、そう。人気ある。電気なんかどうする、発電機持って行ったの。あ、それはその、あの携帯にあるの、系を直す人が電気がいるって言って買ったの。発電機を、発電機じゃない、バッテリー。あ、バッテリーを。なんと17万ですよ。あ、そう。17万のこれ買ったって言うんだよ。え、ちょっと待って、これいくらって言うの。17万って言う。10、これな、買ったのって言ったら、買ったって言うの。うん。そうそう、ないと電気使うわな。いや、何使うのって言ったら、いや、いろいろで使うってこう言って。で、それを露店も貸してくれる持ってって、で、投光器とかなんかつけて、もう、そう、もう何時間も使える。すごいやつな。俺は子供の時、露店商はさ、カーバイドの日。あれ、こういうやつやじゃん。臭い。明るい、結構臭いけど明るいな。臭いやつやな。水入れて。そうそう。カーバイドもな。そうだ。だいたい露天商みんなあれ使っとったシューッと出てきとった。あったあった、カバーの石灰だ、石灰、あれ水入れときはさ、ガス出るんだ、出る、ブクブクと、うん、あれ、あった、そうそう、あれ、あれにすれや、そんな17万のバッテリー買うんだもん。あれ機械ないやろ、ないやろな、作れや、簡単や、あのもの機械作ったら売れるかもしれない、うん、あのもん、その石灰かあれ、もっと石灰だけど、白いやつかな、石灰か、生石灰、生石灰か、あれに水掘り込むよさ、そうそう、出てガスが出るでしょ、それ火つける。火つける。まあ、だけど17万の。まあ、臭いでないぞって。いや、そしたら臭いでな。そのバッテリー置いとったらさ、うん、他の露天商がさ来てさ、うん、俺もそれ欲しいと思ってるけどまだ高いで買えんとか言ってさ、うん、あの発電機でやってるって。あ、発電機。音がするでな。音がするし、それがガソリン用意せなあかんし、うん、それが3年で壊れると。あ、そう。あの露天商毎日店出すと、3年持たんって言ってたよ。今エンジンやもんなあれ。エンジン。と付け替わらない。でそのバッテリー買いたいけど。ちょっと高いで買えれんけど、それはもうバッテリーでもその、あの昔の生電池じゃないんやな、リチウムとかそういうやつじゃない、そうそう、高いやつ、高いですやろ、うん、だから電気は投光器3つ持っててパーッと照らして、あ、で、ギターのアンプ持ってってギターので歌いながら、うん、中学生が来る、なるほど、中学生買わんけどね、いや本当に、まあ客寄せんのだろうね、うん、どうせただのもんだからさ、うん、もうだからあの中学生が来たら100円券っていう紙に印刷コピーして渡して、うん、ここのもなでめいでかって持ってけてやろうかと思って。今でも桜チューンは使うんだね、桜。いや、そう、あ、あるそれ。ある。うちは使わない。よそやっとる。おお、あのね、今ね、露天商の人言ってたけど、なんであんなもんが売れるかわけわからんっていうもの売れるって。そう、桜やろそれ。違う、桜もあるけど、で結局ね、こういうことなんて、その。みんな携帯持ってるね、中学生でも小学生でも、ほいでその食べとるよみたいな写真撮って誰かに送るっちゅうんだよ、そのだからこれがうまいとか安いとかじゃないんだよ、写真に撮るために、撮るために買うっちゅうんだよ、そういうことかね、ほんだからどうにもならんようなものを買っとるっちゅうんだよ、うまいとか安いじゃない、写真撮るためのもの、写真撮るために中学生高校生みたいな買って食べて写真撮ってみんなに今日ここにお店に来とるんだわって、だから写真写りが良くなきゃいかん、ああそういうことやな、そうだから買えなあかん、うん、見た目、
見た目ね。写真撮りたいようなもの。味はどうでもいいわけや。そう言って露天食、いやわしらよ、うん、露天食はそれ撮ったの。だから昔から売れたものはもう売れなくなっちゃって、インスタ映えっていうの、インスタ映えのできるものが売れるし、ね、うん、いやなるほどなと思ってさ。世の中の動きを見なきゃないじゃんさな。だからもう自分が売っとったのもあの中学生から買うと、それ写真撮ってさ、どっかで送っとんだ友達に、うん、今日4人生で買ったよみたいな感じで、うん、なキャラクターみたいなもの、なるほど、ね、そういうものがいいね。世の中だんだん変わってきた。ああ、それ気がつかなかったね。それとかね、昔のようなあの露天酒をね、あの見たらやしとか、あのなんかあの幕があってさ、テーブルみたいなって、ああいうのダメよ今。あれ、今もう時代遅れちゃう。今はキャンピングカーを改造して、キャンピングカーの中で焼いてはこう、その移動できるやつね。移動できる、あの見た感じ、あ、これ洒落てるねって、あれじゃないですか。キッチンカーですよ。キッチンカー最近もらったやつがいて、これ改造してやろうかっていうのはいいやとか言って。確かにね、あれ便利やな。お、持ってて。そのまま持っていい。でもあれなんか保健所かなんかの許可がいる。あ、そう。そこの中で調理する。出来上がったものを売るんだね。ああ、そういうことね。中で作っとるでな。だから、ね、今ね、ちょっとね、こう思考が変わってきた。うん、昔みたいにこんな露天商ちょっと時代遅れやつ。あ、キッチンカーなら、まあ露天商関係、あ、一緒もあるも露天なのかな。露天。あれね。まあ道路とかでやってるかな、勝手に。あの二つ流れがあるんだ、うん。昔からのもう江戸時代からの露天商という流れと、うん、もう一つ今のキッチンカーとかなんかの、うん、あのフリーマーケットとか。あ、フリーマーケット。その系統と二つ、仲悪いと思うんだけど。あ、そうか。仲悪い、仲いいって言っとんだけどさ。うん、どう見ても仲が悪いと思う。まあ、名前でちょっと違うじゃない。ちょっとそのあれが違うもんね、歯が違うもんね。でどうかするとお寺でね、お寺半分に仕切って、こっちは江戸時代からの露店で、ね、昔ので、こっちはキッチンカーとか今風のあのフリーマーケットで分けてやってるわ。で、あの元々は全部が露店商だったんだけど、こっち半分明け渡してるんで、なんでだっていうと、こっちはあの宣伝カーを近くに回して、あのフリーマーケットありますとか言って宣伝してくれたり、新聞に織り込んだりするらしい。こっちはそういうことやらん、そんなもんはそんなもんだ、邪道だみたいな、やらんもんだから、あのこっちを半分やらせて宣伝させようって、ね、だからそんなこと言っとったもん、そこもとかじゃないけど。確かに生き様はちょっと違うやろね、もう人間の種類が違う。だから同じね、キッチンカーでも露店でもさ、焼きそば焼いてる人おるわな。おる。これダブっちゃいかんわな。だから、最初 の店出すときに、もう何売るんだって聞く、うん、で何って言うと、って言って、あそこに同じような店があるで、まあ、ちょっと離れてね、うん、場所をいろいろ考えてくれるんだ。うん、まあ、それに露天商の中にも お好み焼き焼いた人も何軒かあるもんね。あるよ。そうそう、中で、中でね。だから、だけど古いとだんだん、場所を変えてくるわけ、いいところ。最初はね、変なところ。やっぱり悪いところから発作とする。そうそう。それ何年かやっとると、空きが出ると、俺あそこ行きたいけどって言うと、そうだな、お前だいぶやっとるで、じゃあ行け。あ、そういうことね。そう。そういうことね。で、いいところに おばさんがいてさ、うん、あんた何でこんなところにおるんだったら、いや、もう私30年やってるからって、やっぱりいいところにおるわけ。ふわしだったね、やっぱり。ちげえ、そんな前に。いや、だからね、行ってみねえ、わからんわけよ。うん、まあ、あんたさ、その今やってる人がさ、病気になったりしたらさ、できるよ、もう自分で。いや、やってくれ、言うわ。いや、ほんだからさ、その仕切っとる人がいるわけだよ。うん、江戸時代から、ね、流れで、それとできるだけ喋れるんですよ、ね、うん。話する、行くとね、挨拶して、今年も、うん、今日もやります、よろしくお願いします、とか言ってさ。で、今度あっちもやりたいと思ってるけど、また相談に行きますとか、ね。うん、いろいろ下からやってて、顔立ってないからな、上から行っちゃうから、下からよろしくお願いしますってさ、あ、よしみたいな感じで任しとけじゃないですか。ちゃんとあの たまには酒でも持ってくるから、酒でも持って出すところあの世話したのでいいよみたいな、あれ持つつ持たれつな、そうやろね、うん、まあ、あの気性はいいと思うよ、気は、まあれかもしれないけどね、そんな変なのいないよ、いないやろ、あんな来たった人とはあんま生きていけないよ、お前そこ守るしさ、うん、だから面白い世界だなと思って。確かに面白い世界。まあね、昔ながらのやっぱりね、あの露天商のあるでね。そりゃね、30年露天商やってるって、そりゃもういろいろあったでさ。あったやろ。だけど80ぐらいでもやっとるでね、うん、いいなと思って。
若いのもおるもんね、結構あの露店でそれはたこ焼き焼いた人でしょ、うん、若いのもおる。それとね、最近あのコロナでね、食堂をやっとったけど、もう売れなくなってお客様になっちゃった、そこで弁当を作って、うん、露店に持ってきて売っとるっていう人も。なるほどな、そういう人も。そうそう、終わろうか。これ7時半だな。いや、あれ6時10分からスタート。8時半。いや、どれだろう。映っとるかな。はい。それじゃあ皆さん、また、引き続き、また3回目もやると思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。